こんにちは、トリタラチャンネルで今回は3日目。こちらは、カッタエビセン違うから。こちらは、茶色米のゴミ虫魂のサナギで。ミルワームがサナギになった状態です。ほとんど動きませんね。サナギになってから3日目。よく見てみましょうか。あ、ちょっと違うかも。この目のところが変わってきましたね。目のところ黒くなってきてる。サナギの体内では内臓とかが一旦ドロドロの液体に溶かされて成虫の形に再合成されるそうな。なんかすげえ。まあこんなところで羽化に向けて順調ですね。ここからは視聴者様からの質問にお答えしていきたいと思います。コメント投稿ありがとうございます。ミルワーム飼育に手を染めてしまわれたとのこと。ご愁傷様です。ほら。なるほど、ミルワームの成長についてですね。ミルワームの成長速度って同じ時期に生まれたにもかかわらず全くバラバラだったりしますね。しかもサナギになるタイミングもまちまち。十分に大きく成長しているのに幼虫のままの姿で長く過ごしている子も多いです。厳密に観測したことはありませんが、幼虫のままで一生を終えてしまうケースもあると思います。なんで同じ環境で育っているのに成長スピードがバラバラなんでしょうね。生存戦略かもしれませんね。まだ続きがあります。脱皮不全を少なくするコツ。羽化の時の話ですね。うちで気をつけていることですが、サナギは見つけ次第すぐに隔離することですね。え、どういうこと？羽化の時の脱皮不全の原因の多くがサナギの時の外傷だと思うんです。サナギの時にちょっと他のミルワームに噛まれたり、サナギをピンセットでつまんだ、これらちょっとした原因で受けた外傷だけでも正常な羽化を困難にしてしまうようです。あとはミルワームの時の栄養状態を気にしてます。穀物や野菜だけではなく魚など動物性タンパク質も与えてプリプリのミルワームになるように心がけてますね。それでも完全に脱皮不全、羽化不全を撲滅するには至っていません。難しいよね。うちでもまだ試行錯誤しているところでありまして、あまり参考にならない返答になってしまい申し訳ありません。まだまだ修行中でございます。それにしてもミルワーム飼育者が増えるってのは嬉しいですね。まさかの展開だよな。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。カッタエビセン買ってこよう。